高須小学校、展望が良いです。宮島、大那佐仁島、奥あるいは江ノ島、熱田島の高山、大那佐仁島、西の大三島の西の方です。西の大三島宝台山、島でした。西の大三島の能取山、電波塔確認。今度は二の島の方です。左が明子富士、右が下高山、中間の奥は枝島、こちらも枝島、九万岳の方です。太田川の河口、江場山、位置を変えました。二の島、神戸橋、太田川大橋、宮島、紅葉が始まっています。上の団地の車道からです。宮島、二千山頂、行者山、西広島バイパス、鈴ヶ峰、二の島は見えません。歩道があるから行ってみます。左大きくカーブ、木漏れ日の道、ベンチが2つあります。展望があるかな。ここにもベンチ、でも木が伸びて高いです。下っています。あちこちにベンチがありますが展望ありません。戻ります。右にも道があります。整備された遊歩道、せっかくだから降ります。下には公園です。大茶臼山が綺麗です。近くの小茶臼山、高須台第一公園です。濃い古城跡に展望デッキあるんですね。もう一回登って古城山に行きます。太陽の方向、濃い古城跡の説明、この辺は城跡です。展望台はこの上かな。車の跡のようですね。そして急な遊歩道、台が見えました。自然林、木が高いです。やはり展望悪いかな。太陽の方、広島市街地は見えませんね。木が伸びてます。秋の空、うおー、でも大茶臼山と小茶臼山が見えています。大茶臼山、松の木切らないかな。右奥に丸山や檜山、小茶臼山、城跡です。結構どんぐりがついています。公園に戻ります。やはりここが大茶臼山、よく見えます。高須台第二公園、
高須台4丁目にいます。秋空大茶臼山と小茶臼山、ここは綺麗に草刈りされていますね。カラスがいます。大茶臼山、丸山宗子さん。宗子さん、山頂見えてるのかな。高須台第三公園、秋風が気持ちいいです。第二公園にも、高須台中央公園、セミが鳴いています。中央公園から五差相談、ほこと山、道所山、城山などが見えます。大茶臼山と丸山です。二の島が見えます。ゆずき城山、みこし山、先ほど登った小石跡の方です。おこと山や原山の方、リーガロイヤルホテルやシティタワー、太田川放水路の橋、広島市役所の方、二の島です。帰ります。高須地下道。